はい、どうもタンタンです。カニレアテナーウクレレがですね、大量に今回入荷しております。その中の1本、こちらは KSET プレミアムというモデルなんですけれども、テナーサイズのプレミアムグレードのハワイアンコア、こんな感じですね。これもまた非常に綺麗な独特のこう木目ですね。はい、非常に綺麗な感じで、カニレアのね、この UV の塗装の綺麗さと合わせて非常にこう立体的に、ね、見える綺麗な木目になってますね。で、この KSE モデル、特徴がこの、スロットヘッドモデルなんですけれども、いわゆるトラディショナルスタイルのスロットヘッドになってますね。四角い形状で、ペグもこういったオープンギアのタイプがついてるんですけれども、その分ね、ちょっとヘッド厚みはあるんですけれども、抱えた感じそれほど重いっていう感じもないので、引きにくさっていうのはあんまり感じないのかなと思います。で、こちらも2018年バージョンのブレーシングシステムの個体になっておりますけれども、非常に非常に、テナーサイズらしいね、この芯のあるやっぱりクリアな音で、さらにね、カニレアのこう、なんていうんでしょうね、非常に艶やかな感じで、しっかりと、芯のある、この中低音なんかが特にね、すごく芯のある音がするので、このあたりカニレアのテナー、カニレアウクレレの特徴かなと思います。はい。今後ね、徐々に、これは2018年スタイルブレーシングという話をしましたけれども、徐々に2019年スタイルの、新しいブレーシングシステムに移行してるんですけれども、音の雰囲気が結構違うので、2018年この前のタイプが、ね、好きな方もかなりいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういう方にとってはね、ラストチャンスになっていくのかなと思いますので、去年までのね、作ってたこのカニレアのスタイル良かったなっていう印象がある方はね、ぜひ来ていただいて、こう弾いてみていただければと思っております。で、その際にね、今だったら19年バージョンももちろん、モデル違いにはなるんですけどもあるので、そのあたりも比べていただいて、ちょっとブレーシングのパターンがね、変わるとどんな感じに音が変わるのかっていうのもぜひ体感していただきたいなと思っております。はい、ということでこちらのモデルですね、カニレア KSET プレミアムテナーサイズプレミアムグレードテナーサイズになっております。かなり綺麗な木目の一本ですね。で、こういったトラディショナルなヘッドストックのこちらモデルとなっております。はい、ぜひこちらもですね、店頭で引き比べていただければと思っております。それではタンタンでした。